さあでは行きましょうか。まあ僕的には悲しいですけども、まあしょうがないよね。ぼちぼちと行く。まあエンカウントが多くなるわけじゃないから、もう忘れよう。関戸場に乗ってたことをもう忘れましょう。それが一番いい。おっせー。いや関戸場なんてね、そんなあれ夢やったんですよ、本当に。もう儚い夢だわ。あと戻るのも何気にめんどくさいけど、レベル上がったらいいね。戦略はそんなに思いつくもんでもないので、もうゴリ押すけどね。勝つまでゴリ押すって感じになりますけどね。おっと加工もレント結構効くと思うよ。ほら効いた、やば。いやここまで追い込めたらレンドも強いのよね。2人とかやとやっぱえげつないダメージになるな、レンド。さすが孔明の武器レンド。そんなことより機械の馬開発してくれへんかな。いや言うまいて言うまいて、それは言うまいてよ。どれぐらいレベルアップするんやろう。まあ一応装備とかは現状できることの全てをやったんで、まあ多少防御力は、まあ、前回に比べたらもちろん上がってはいますのでね。ええ、回復ができるかどうかやな、マジで。昇峰の陣でもいいと思ってるけど、開幕に向こうに行動を許してもし落とされた場合、まあでも守備上がってたら大丈夫か。昇峰をやっておけば正直後で、まあ、素早さが下がりますってことは、甲冑とかが後で回復をすることができるので、まあ乗っていければ最初は楽かなって感じもするんですよね。とにかく防御力が高かったらこっちの回復魔法がものを言ってくると思うので、そうやね、次ちょっと昇峰で行ってみるか。まあ、白馬敷かれたらこっちも得って感じで。楽しみやな。マジで楽しみです。やってやんよ、こら。ちょっと一応確認させて。素早さ180。多分一番遅いのは甲冑なんですよ。あ、それでも150あんのか。え？そうなんや。観光150。みんなそんなに遅くはないんだな。長歩145。あいつはもう絶対脅威が素早いのも分かっているので。脅威は脅威の素早さですから。よし、オッケー。じゃあ小じゃあ陣形昇峰の陣行く。シェ来い。何度来ても同じこと。貴様らごときこの曹操の敵ではない。こっちは今回は負けねえぜ。遅いことを考えて技を返される可能性が大いにあるので、ここで感服をやっておいてですね。で、ここ難しいんですけど、
家臣曹操でいきます。いや、めっちゃ食らうやんけ。うわ、3回した。くーら、いきなり3回。マジか。おっと、おかしい。なんか、おかしかった。なんて八家の陣を敷いたって出た？一瞬おかしだったぞ。八家の陣を敷いたってなったかな。何、八家の陣って。天意がやったのかな、今。八家の陣。素早さはおそらく戻りました。ああ、どうしよう。いや、でも曹操をとにかく脅威も完膚やるしかないな、ここは。いやー、素早さのコントロールが難しくなった。これ高知、我慢せよ、待ってくれよ。あー、もう最悪。うまくいかねえよ、マジで。いたたたた、これは痛い。うわ、強っ。柵返しやってくるね。そうですよね。曹操もう落としてしまいますか。なんか八家の陣っていうのやられてる以上は、正直陣を解くことの方が先かもしれません。うわ、よし、大丈夫。曹操落としきれ。オッケー。この超回復作戦で、よし、曹操とした。よし、3回した。よし。八家が何やったかよくわからないですけど、3回させたのはでかいぞ。いくよねー。オッケー。全然オッケー。生き返して、素早いやつから行きたいから、巨長落とす。しっかり回復しますから、召喚でまず脅威が召喚して、すぐ誰かが回復してあげる。よし、オッケー。ここはもうほんまに我慢やわ、マジで。我慢比べ、減らせば減らすほど楽になってくる。やばい脅威。大丈夫、コーチ回復入れてっから。よしよし、激石もやばいな。脅威の回復は絶対に必要なんで。よし、よしよしよし、よしよし。うわー、やめて、耐えろ。よし、耐えた、よし、耐えた、すいえ、耐えた。よしよし、OK。天意を削る、やばいな、回復が。 SP が減ってきてるんですよね。まあ、アイテム地服ターン使えばいいから大丈夫。よっしゃ、いった。天意に4000サメ、ナイス。よしよしよし、耐えてー。召喚使おう。いや、いいのよ、めちゃくちゃいいのよ。来てるんすマジで。
うわ、どうしようマジで。よし、オッケー、勝負耐えろ、この一段耐えろ、オッケー、我慢我慢し、我慢我慢我慢、オッケー、我慢、完全我慢、よっしゃ、見たかこら、巨鳥を落とす、巨鳥を落とす、オッケー、やった、よっしゃ、来たぞ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 、前へ一歩前へ、転移をここで落とす、よし、宝徳を削る、いや、きつかったマジで、危なかったっすわ、マジで危なかったぞ、来ましたね、これは大丈夫ですね、よっしゃ、よくやった、よくやった、マジで褒めて使わす、柵返し好きやな、曹操はもう早々に落ちとるから、オッケー、 このわしが破れるとは、引け、一時退却せー、まあ退却でしょうな、よし、リベンジ完了、小魂胆落としてた、小魂胆も持っといたんでかかったっすね、マジで一人一個小魂胆やで、ほんまにこれ、この二人にも小魂胆かわさないとダメや、ここは路上です、路上の路上です、正直小魂胆より何よりも咳飛ば欲しいねんけど、小魂の K が意外と SP を使ってるんかもしれなくて、そこもちょっと危ないところで、隣に住むじいさんは素晴らしい茶器を持ってるのだが、今留守のようだな、あ、お茶の話来てんな、お茶の話来てますね、小魂胆、地福胆買いますか、一人一小魂胆よ、この金銭胆とか、あとはやっぱ地福胆やね、いや大事やでこれ、やっぱ曹操別格に強いっすね、曹操軍と言いますか、え、おらんやん、何これ、なんか調べたりするのかな、茶器を持っている、まだイベントが発生してない状態なのかな、ちょっとわからないですね、厚労省の東にある洞窟には立功天書という書物が隠されているそうです。その書物はその昔ある仙人様が雨乞いをするとき使ったもので、その書物を用いて天に祈り雨雲を呼び雨を降らせたと伝え聞いております。孔明様だったら使えるかも。そんな洞窟なんかあったっけ、スルーしてるな。曹操はよほど慌てていたのか、この城に軍事物資を置いたまま逃げていきました。ほう、
武器とかあんのかな。曹操は北東のコロ国に大量の火薬や硫黄を運び込ませております。北東、どっちから行ったらいいんやろ。どっちから行けばいいんやろね。洞窟の話も出てましたが、城に置いていったっていうのはどこに置いていった。なくない。どこの話を言っているんだ。これか、ここの話か。私は戦場で家計に遭い焼け死のうとしたことがありますが、突然大雨が降り火が消え助かったのです。まさに恵みの雨ですね。なるほど、家計仕掛けられた時に当たった。それをやれと。そのために猛徳心象。あれ、なんかさっき言ってたぞ。猛徳心象なこれ。もう起きてんな。空の兜。うわ強い。風の兜の上位互換。っていうか、なんなん猛徳心象、なにこれ。一応脅威に渡しとくか。戦闘中に使うっぽいよな。でしょうな、多分。風の兜、風の兜を皆に脅威を持ちきれない観光。武器ないかな、武器。風の兜、どんだけよ。情報に渡す。ややこしい。孔中は風の兜、孔明は何も持ってない。脅威はいや、猛徳心象はちょっと。風の兜、脅威、装備、鋼の兜、一応孔明に渡しとこうか。まあ、孔明は戦闘出ないんであれですけど。刀工の鎧、来た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 。刀工の鎧は超運装備してるから、まあ、観光でいいか。刀工の鎧、おお、めっちゃ鎧が充実した。すげえ、防御系が充実しました。まあ嬉しいですね。よし、オッケーオッケー、嬉しい。これ武器もあったりしないかな。おお、熱い。村雨刀か。いやでも刀のやつおらんねん今。村雨やで。刀やろな、剣って感じじゃないもんね。ですよね。うわ、良さげやのに。よりによって装備できないってか。なんやねん、めちゃめちゃ良さげやのに。黒竜の槍来た。開始の槍以上、一括来たわ。情報もいろいろ持っとんなこれ。こいつも青竜鎧持っとる。来た、強くなる。天の剣、兵法書。兵法書どうやって使うんや。雷神の盾、半月球、もうなんかわからんようなもんが。ちょっと待って、わからんぞ。剣はここでいいでしょうね。兵法書は脅威で良くないか。どうなんだ、半月球ってなんや。半月球って何、装備できんのかな。装備できない。何やろう、
兵法書は装備できない。わあ強っ。いやちゃうねんちゃうねん、マジでマジでちゃうのよ。どう、いや兵法書なんて完全に脅威に持たしとかないとあかんのちゃうの。これもちょっと調べるやわな。うかつに使えないっすね。なんかなんやろね、まあ道具、戦闘中に使う道具なんでしょうけど、どうしよう。その止まらんでよかった。情報はあったはあったけど、その洞窟行く云々のところがどうも繋がらないんですよね。どうしよう。立功天書という書物が隠されている。これやな、これやな。どっかで家計をされた時にこれを持ってたらってことなんやと思うんすけど、一回でもその必要な状況に迫られないとダメじゃないか。行ってみるか。それ一気に片付けろ。弱くないか。純育だったらいけるんじゃないか。レントと柵返し多分やってきよるから、早めに落とせれば完璧。主は強くなってくからな、おら。甲冑の弓がちょっとしょぼいですね。刀の人入れたいような気もしますよね。甲冑の代わりにね。来た。うわ。ああ単品狙いか。やろう。まあ、やろうが。ある程度削ってから しようかな、生き返すのは。今生き返してもすぐ倒されるから、せめてこいつを、純育を生かしてから、こいつを生かせて、強いね。しっかり回復しながら。オッケー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 、ナイスー。しっかり削ってく。次もう一回連動使えたら兵士はほぼほぼ削り切れるぐらいまで持っていけると思うんですよね。1500クラスは入ると思う。下の兵士が減れば、次の連動はもうえげつない火力になってくるんで。はい、あれそうでもない。ここ落として、よし。もう楽勝やな。生き返してあげてもいいんですけど、まあいいでしょう。ここで連動で終わりやな。オッケー、連動。標本の書とか今頃。曹操様は何、貴様らもいよいよ年貢の納め時だな、グフ。曹操が何か企んでいる。今頃曹操様はという今声が聞こえましたけど、何かを企んどるよこれ。どっかに手出しとるよこれ。ここは鬼山の席です。戻った方がいいのかな。その家計対策をした方がいいような、この席を北へ行くとコロ国じゃ。そのコロ国のところに今いろんな物資を溜め込んどるわけですよ。コロ国に。
悩ましいな。なんかヒント欲しいですね。コロとはひょうたんのことです。コロ国はひょうたんの形をしてるんですよ。ひょうたん国みたいな意味なのか。ひょうたん国って言ったらええやん。コロ国ではきっと曹操が罠を仕掛けて待っているでしょう。お気をつけください。ですよね、ですよね。そうなんですよ。いや、もう予想はついてんのよ。退却ありきの、退却ありきですよね。多分よ。嫌やな。そうは言っても嫌やな。いや、ここもう臭いやん、この細いとこ。いや、退却ありきやと思うよ。殺毒の刑じゃない。陣形白馬、とりあえず白馬し。不安やな。めちゃくちゃ不安なんですけど。大丈夫。なんか広い。なんやこれ。あ、今だ。劉備軍は我が火攻めの策に落ちた。火矢を言おう。掛け声とともに数万本の火矢が追いかけられ、たちまちコロ国は火の海となった。この機を逃すな。劉備軍を粉砕せー。これあかんね。これ絶対あかんね。これ逃げましょう。これ絶対無理やから。退却。そうでしょ。イベントバトルっていうことでいいですか。イベントバトルっていうことでいいですか。無理ゲーすぎんねん。イベントバトルやろ。これはイベントバトルやろ。うわ、イベントバトルちゃうやつ。いや、もうそれはやっぱ予想しとかなあかんかったということでいいかい。じゃあ、ほな、やっぱり先に洞窟行ってこいっていうことね。いや、わかりました。別に、いや、いいんですよ。それは確認したから、確認できたから別に僕はいいんですけどね。いいんですけど、そこでなんか使うのね。なんちゃらみたいなのを使うのね。わかりました。よくわかりました。あ、ここですね。ここから始まりますね。よかったよかった。まあ理解はしました。じゃあまあでもどっちにせよこれ見ないとフラグうんぬんのこともあるからもうわからんよね。はい、まあとりあえずじゃあ次回はその洞窟行ってみたいと思います。